ちは、こちらはこちやさないです。今日は2024年3月24日で、甲州で地元の東方イベント、甲州 THO が開催されています。私たちは電車から降りて、現在は市営地下鉄の大変駅にいます。会場は近くにあります。では、会場に行きましょう。会場はこのビルの中にあります。ここに入ろう準備をしましょう。イベントの開始時刻は10時ですので、まだ少し待つ必要があります。しばらく待った後、イベントが始まりました。私たちは会場内に入りました。最初にサインウォールの前に来ました。そこには宣伝用のグループチャット、QR コードを描きました。描き終わった後、私たちはサインウォール全体を見ました。東方に関連するもの以外にも多くの鉄道ファンがいて、誰かが平壌地下鉄を描いていました。その後、同人ブースに行きました。ここには鉄道に関連する製品を作っている同人サークルがあります。私もそのようなキーホルダーを買いました。隣のブースには、携帯電話の NFC 機能を利用して光るカードもあります。しかし、私たちの携帯電話には NFC 機能がないので、購入しませんでした。1階にはステージがあります。しかし、しばらくして私たちは戻ってくると、撮影禁止の看板が掲示されていましたので、パフォーマンスの映像は撮影しませんでした。実は私も今日来ていましたが、前の画面には映らなかったんです。すぐに昼になりました。会場の近くにイオンモールがあり、私たちは昼食の寿司を買いました。非常に新鮮で、非常に美味しい。私たちは再び会場に戻りました。この時点でサインウォールにもいくつかの筆跡が増えました。会場内にもいくつかのスタンドがあります。このゆゆこはとても美しいですね。会場の2階にはバルコニーがあり、ここで少し休憩しました。誰かが巨大な霊夢の符を持ってきていました。再び1階に降りて、サインウォールを見ました。ちょっと退屈だったので、私たちは会場を早めに出て、甲州白雲駅に来ました。ここからは電車に乗り、少し移動して甲州東駅に行く予定です。甲州白雲駅は会場のすぐ近くにありますので、バスで直接に来ました。甲州白雲駅は新しく開業した駅で、
外から見てもとても立派です。駅ビルの上には歩道があり、そこから駅前の広場全体を見渡すことができます。これまでにない体験です。壁の中に看板を見つけ、それも写真に撮りました。しばらくして、私たちは駅の入り口の前に到着しました。それでは、私たちは駅に入ります。私たちは待合室に到着しました。ここは非常に広く、駅とは思えないほど空港のようです。私たちは待合室の2階に行き、窓から下の線路も見えます。列車を待っている間、私たちは新しく買ったキーホルダーを見ました。私たちは窓のそばに戻り、ちょうど CR81 型電車が入線してくるのを見ました。それが私たちが乗る予定の列車です。その間、隣の寝台列車も発車しました。しばらくして、改札が始まりました。次に私たちはホームに行きます。18番線の列車が今回、私たちが乗るもので、当駅始発新線行きです。これは CRH1A 型電車で、その原型はスウェーデン国鉄の電車です。鉄道ファンたちの中にも非常に人気があります。私たちは車内に入りました。現在の映像は2等車ですが、今回私たちは前の車両の1等車に乗ります。私たちは自分たちの座席に着きました。列車もすぐに発車しました。在调整座椅时，要关注后排
間もなく甲州駅に到着します。私たちの途中の唯一の停車駅です。各位旅客、广田优彩提示您，请下车的旅客整理好行李物品，提前在车门处等候。下车时注意车门与站台之间的间隙，照顾好老人、小孩，以免发生意外。前方到站是广州站。Dear passengers, please take your belongings and wait at the gate. Please mind the gap between the door and the platform when getting off.Take good care of the elderly and children to avoid accidents. The next station is Guangzhou Railway Station. The 列車は甲州駅で6分間停車します。私たちは降りて写真を撮りました。列車は発車しました。私たちは次の甲州東駅で降ります。
駅に到着し、向かいのホームの列車がちょうど発車しました。それも動画を撮りました。甲州東駅にも多くの列車が止まっています。私たちもいくつか写真を撮りました。最後に、私たちが乗ったの列車を撮り、駅を出ました。それでは、今日の東方イベントの記録と鉄道乗車記はここまでです。ご視聴ありがとうございました。